三つ目はダメな部分も愛せなければそれは愛とは言えないだな。母は子供の顔が可愛いから愛するわけでも、頭がいいから愛するわけでもない。愛されるためにしなければならないことは何もない。強いて言うなら生きていることだけだ。生きているだけで愛されるのか。だが現代社会ではみんなに愛されるためにたくさん稼ぎ、化粧を覚えて、もっと素敵な人と出会うことで愛が手に入ると思っている。気の利いた会話を心がけ、笑顔をキープし、相槌を打つ。いい部分だけを見せて、悪い部分を見せないようにする。だがそうやって背伸びした自分を愛してもらおうとしても意味はない。ダメなところもいいところも含めて好きになってもらわなければ愛は手に入らないし、赤ちゃんの世話をする母親のようにダメな部分も好きになってもらわないと愛とは言えない。悪い部分を見て嫌いになるのは愛ではないと。ああ、母親はたとえ自分の子供が万引きをしても愛し続ける。ダメな部分も含めて受け入れているんだ。